みんな元気？コノハだよ。この動画のタイトルは、いっぱいあるよ、日本語でできること。みんなの私語の中には、多分もう日本の言葉があるよね。その日本語でみんなはどんなことができるかな？仲良し4人組にも聞いてみたよ。そうたくんは、ひらがなとカタカナが書ける。リリアちゃんは漢字もちょっとわかるし、本も読める。タクトくんは友達と日本語で話せる。ユキちゃんは、どうかなーってちょっと考え込んじゃった。そんなユキちゃんが、こんなことも日本語でできることなのって僕に聞いてきたんだ。例えば、日本の子供の歌が歌えるとか、日本語でアニメを見てわかるとか、他にも、お母さんに日本語で言われた通りにカレーライスの人参が切れるとか、いただきます、ごちそうさまって食事の挨拶がちゃんと言えるとか、その質問なら僕に任せて。日本語で歌えるのも、アニメがわかるのも、挨拶できるのも、言われた通りに料理のお手伝いができるのも、全部ゆきちゃんが日本語を使ってできることなんだよ。だからいっぱいいっぱいいっぱいあるんだ。みんなが日本語でできることって。それに、みんなの私語の中の他の言葉も一緒に使うと、もっともっとできることが増えるんだよ。よし、今日はできることを増やす4つのコツを紹介するね。まず1つ目は、自分の好きなことにどんどん日本語を使っていこう。リリアちゃんは日本の食べ物が大好き。日本でお店に行った時に自分で頼んでみたいなって思って練習してたら、メニューに書いてある大好きな日本の食べ物の漢字が読めるようになったんだって。二つ目は、私語の中の他の言葉でも考えてみよう。算数が得意なそうたくん。でも日本語の文章問題はなかなか解けないらしい。そんな時はドイツ語でまず考えるとよくわかるし、答えが出せるようになるんだって言ってたよ。三つ目は、周りの人に助けてもらおう。日本でサッカーキャンプに行ったことがあるタクトくん。コーチの話がわからないとき、チームメイトに教えてもらったら、ちゃんとわかるようになったんだって。四つ目は、新しいことにもいろいろチャレンジしてみよう。ゆきちゃんはよく日本のアニメの歌を聴いてるんだって。もっといろんな日本の歌が知りたいから、お母さんが小学生の時音楽のクラス習った曲を今教えてもらってるそうだよ。アニソンじゃない日本の歌も歌えるようになったってゆきちゃん大喜び。さーて、動画を見てるみんなも一緒に日本語でできることを増やしていく4つのコツをおさらいしよう。1、好きなことにどんどん日本語を使ってみる。2、私語の中の他の言葉でも考えてみる。3、周りの人に助けてもらう。4、新しいことにいろいろチャレンジしてみる。どうかな？ゆきちゃんもみんなも日本語でできること、そして私語全体を使ってできることがいっぱいあるのに気づけたかな？お家の人と一緒にいろんなできることについて話してみてね。そして、このできることファイルにどんどん書き込んでいこう。それから、私のプロフィールには、私と日本語っていうページがあって、何か日本語で困った時にどんな工夫ができそうか、ゆきちゃんたちの漫画を見ながら考えることができるんだよ。みんなの私語、そしてその中の日本語について、私のプロフィールとできることファイルを使いながら
お家の人といっぱい話してみてね。それじゃあこれでおしまい。じゃあね。ところで、カレーライスはやっぱり甘口だよね。みんなはどうかな？